ちじゃない。シグナルが弱い。シグナルが
よし、とりあえず事態も落ち着いたことだし、ラボでピーター・パーカーの時間を楽しもう。さて、ご存知の通り、マーティン・リーはどっかの誰かさんみたいに妙竹林な力を使うだけにとどまらず、最近じゃ二重人格になったって話だ。やつがナンセンスにも罪の裁きから逃れようとしているのは明らかだ。どうも、猫ちゃん。何企んでるんだ、フェリシア。絶対捕まえてやる。